ファグラブの皆さん、おはようございます。ファグラのあやです。いつもありがとうございます。今日はですね、北海道の富良野に来ております。これやばくないですか？見て、ちょっとお裾分け、山ですよこれ。やばい、まだね、雪がね積もってるんですよね。ちょっとね、頑張ってこの広大なところにたどり着いたんですけど、なんかね、本当にお宿のご厚意で楽器を吹かせていただけるっていうね、本当にありがたいですね。もうこんな大自然の前で吹けるっていうね、めちゃくちゃ嬉しい。もうなんか鳥ちゃんがねチュンチュン鳴いてるしね、もうやばいんですよ。ほら見て、すっごい綺麗なの。こんなところで吹かせていただいて本当に幸せ。もうしかもね、昨日なんかめちゃくちゃ雨降ったりとかして、もう大変だったんですけど、めちゃくちゃいいお天気に恵まれて、さっきまで吹いてたんですよ。で、その、練習のね様子を大公開ということで、こんな自然で吹かせていただきましたよっていうねご報告でございました。本当はいつもありがとうございます。またこんなね、大自然のところで吹いてるファゴットの演奏動画を披露させていただいたら嬉しいなと思うので、よかったら見てください。いつもありがとうございます。ファゴヤのあやでした。北海道からでした。すごい、ちょっとだけお裾分けします。北海道いいところですね。お裾分けでございました。北海道の自然にあやかっていい音鳴らします。ファゴヤ6周年になりますいきなり間違えた。7年目、これからも頑張っていきますのでよろしくお願いします。本当にいつもありがとうございます。本当にありがとうございます。これからも精進しますというわけで、北海道でファゴヤの誕生日を迎えまして、4月13日だったんですけど、お誕生日頑張るぞっていう気持ちで北海道の自然のパワーを今いただいておりますので、ではまた、ありがとうございます。